こんにちは。今日は数学を勉強します。前半は基礎問題成功ですね、これを勉強します。後半は諸先生方の動画を見て勉強します。一緒に勉強しましょう。今日はチェバの定理とメネラースの定理を勉強しました。後半は諸先生方の動画の授業を見て勉強します。一緒に勉強しましょう。休憩タイムのコーヒータイムですね。今日はコンビニたこ焼きもあります。コーヒーを入れます。いい香りですね。熱々のいい香りのコーヒーができました。美味しいです。すっきりします。今日はおやつのたこ焼きです。コンビニたこ焼きですね。うまい。コンビニエンスの冷凍たこ焼きですね。ビリおじちゃんに励ましのコメントたくさんありがとうございます。応援してくださりありがとうございます。参考書単語帳いろいろ紹介してくださってありがとうございます。今ビリおじちゃんはターゲット1900、単語頑張って暗記してます。システム A 単語フレーズごとに覚えられていい感じですね。システム A 単語暗記してます。速読 A 熟語文章がついててそれを読みながら熟語を終えて頑張ってます。心配してくださって気にかけてくださりありがとうございます。ビリおじちゃん頑張ります。健康のために青汁を作ってみました。こんな感じです。すっきりしますね。今の青汁って飲みやすいですね。英語を勉強します。視聴者さんから紹介してもらったオーヤの一番初めの英文法ですねを勉強します。今日は未来完了を勉強しました。現在完了、ハブプラス動詞の格分詞の前にウィルがつく。意味は継続、未来のある時点までずっと V しているだろう。まれに経験、未来のある時点までに V したことになるだろう。3、完了結果、未来のある時点にちょうど V し終わっているだろう。例として、もう一度読めば私は2度その本を読んだことになるだろう。経験を勉強しました。視聴者さんから、英語の勉強はまず単語を覚えることだと言えまして、単語と熟語の暗記にまず第一に専念したいと思います。並行して参考書もやっていきます。視聴者さんからコメント欄で紹介された英単語帳熟語集、町の本屋さん行って買ってきました。システム英単語ですね。短いフレーズが1対1対応で単語の意味を教えてくださって、フレーズを口ずさむといいかなと思ってます。英単語ターゲット1900ですね。視聴者さんから紹介してもらいました。速読英熟語ですね。短めの文章が入ってまして、それを読みながら熟語は勉強できます。この3冊で英単語熟語を暗記したいと思います。ビリおじいちゃん中学校時代に使ったことありまして、わからない単語をこれに書いて、これを見てわからない単語を減らしていこうと思います。ターゲットは音声をダウンロードパソコンにできるので、パソコンの音声を聞きながら勉強します。 Increase 増加する、増やす。 Improve 向上させる、良くなる。 Mean 意味する、つもりである。 Own 所有している。システム英単語を覚えます。パソコンにダウンロードができます。音声、それを使って勉強します。 Consider 考慮する。 Increase 増える、増やす。Expect 予期する、 Expect 予期する。 Decide 決意する、 Decide 決意する。
develop 発達する発展させる provide 供給する与える provide 供給する continue 続く continue 続く速読英熟語の暗記をしたいと思います。熟語のページがありますのでこれを覚えます。ランザコーラ間近に来てランザコーラ間近に来て be crowded with night 混雑して be crowded with night 混雑して take a day off 休暇を取る take a day off 休暇を取るあと work 仕事中で活動中で dress oneself 服を着る for instant 例えば for instant 例えば put を身につける instead of 何々代わりにポピュラーウェイズ人気があるよ。ピポピュラーウェイズ。次に対応している分の CD があるのでそれを聞きます。英単語ターゲット1900を暗記してます。赤いプラスチックで伏せてそしてわからない単語を鉛筆で前の方に印つけていってます。こんな感じに印つけていってます。11週目です。20週目です。鉛筆で印つけてるのが分からなかった単語なので、これを伏せて、分かってたら消していきます。比較する。勉強の後は楽しみなランチタイムですね。豆腐、かつお節かかってますね。サバのみりん焼きですね。ちゃんこ鍋ですね。ご飯に納豆、納豆大好きです。野菜サラダですね。トマト、パプリカ、ピーマン、ブロッコリーですね。いただきます。湯がいてます。マヨネーズついてます。うん、美味しいです。トマト、パプリカ、ピーマンです。パプリカ。豆腐、かつお節、冷ややっこですね。醤油かかってます。たまに食べたくなります。うん、美味しい。納豆ご飯食べます。ビリーおじいちゃん、納豆ご飯大好きです。スーパーでちゃんこ鍋売ってたので買ってみました。だしが効いてますね。美味しいです。キャベツ、つくね、牛乳を飲みます。サバのみりん干しですね。美味しい。ちゃんこの目に魚が入ってます。タラです。オレンジジュース 100% です。たくさんの方がビリーおじいちゃんを応援してくださり気にかけてくださり本当ありがとうございます。コメント欄もとても勉強になります。ビリーおじいちゃんは魚大好きです。油揚げですね。鶏の足ですね。パプリカ、ジューシーで美味しいですね。ごちそうさまでした。